10月16日、松山市港町4丁目の松山銀天街アーケード内特設会場で、松山銀天街商店街振興組合設立50周年記念セレモニーが開かれました。昭和41年9月、新しい時代に適応するために設立された振興組合、銀天街を訪れる人々が安心・快適に買い物ができるよう、アーケードのリニューアルや無料休憩所、多目的スペースの開設など、さまざまな取り組みを行ってきました。この日は、中村時広愛媛県知事をはじめ、多くの来賓もセレモニーに参加しました。皆様ご存知でしたでしょうか。港町というのは住所です。銀天街というのは通り名です。実は通り名の方が有名になっているところってそんなにありません。それぐらい皆様に親しまれ愛され、そしてこれからも我々組合が中心となって、もしくは組合が一つの原動力となって、この地域松山も愛媛を発展させなければいけないということを改めて自認自覚しているところであります。またセレモニーでは、愛媛・熊本商店街連携宣言や30年前に埋められたタイムカプセルの開封なども行われました。当時の20周年クラブ松山の愛媛新聞も入っていますね。50年の節目を迎え、松山銀天街商店街組合はここからまた新たな歩みを始めます。